それでは生産構造図について説明します。ある環境に生活する植物集団を植物群落といって、植物群落内の同化器官と非同化器官の空間的な分布状態を生産構造と言います。同化器官っていうのは分かりやすく言えば光合成を行うところ、葉っぱだね。で、非同化器官っていうのは光合成を行わない茎などの部分だ。 で、植物群落の生産構造を解明するための技法を層別刈取法と言います。その層別刈取法で得られた結果を図に示したものを生産構造図と言います。これが層別刈取法の詳しい流れです。あんまり細かく見なくていいけどね。まず、異なる高さの水平面で光強度を測定して、光強度の垂直分布を求めます。その後、一定面積を地上に定めます。 例えば1、1メーター ×1 メーターの面積を定めます。そして、その内部に含まれる植物を一定の厚さ、例えば、20センチの層ごとに切り分けて、各層ごとに、同化期間と非同化期間の重量を測定します。こんなイメージね、葉っぱとそれ以外に分けていくのね、各層ごとに。そうして描かれるのが、この生産構造図です。右側に、茎などの非同化期間の重量が、 左側に葉っぱ、銅火期間の重量が高さごとにまとめられています。草原の群落では、生産構造図は主に紅葉型と稲荷型の2つの型に大きく分けることができます。まず紅葉型から見ていきましょう。紅葉型の特徴は、銅火期間が上層に分布しているということと、上の方で光が急激に弱まるということです。 黄色い線が相対照度を表しています。相対照度っていうのは明るさの程度って考えて大丈夫です。紅葉型では広い葉っぱが上の方についてるからそこで光がすぐなくなっちゃうイメージね。こういう広い葉っぱを上の方につける植物って背が伸びるのが早ければ光を真っ先に奪えるから競争には有利です。では次はイネ科型について見ていきます。 稲科型の生産構造図はこんなイメージです。稲科型の場合、光が地面近くまで入るため、同化器官が下の方に多く、中層や下層でも光合成が行われます。細長い葉っぱが斜めについてるから、光が下の方まで届くんだね。稲科型では、非同化器官の割合が低く、光合成の効率がとっても高いです。 物質生産の効率が高いなんていう表現もされます。効率よく光合成を行って有機物を生産してるってイメージだ。ちなみに森林の生産構造図はこのようになります。森林では林間付近に同化器官が集中しています。太陽光の大部分はここで吸収されます。また、やっぱり森林といったら太い幹だよね。 ね、草原にないのは太い幹。幹は非同化器官だ。森林では光合成を行わない非同化器官が非常に大きいです。では、お疲れ様でした。もう一度復習してみてください。